テレサ・ライトとジョゼフ・コットンメディアを再生する予告編疑惑の影は1943年のアメリカ合衆国のサスペンス映画原作はゴードン・マクドネル主演はテレサ・ライトとジョゼフ・コットン監督はアルフレッド・ヒッチコック1958年にハリー・ケラー監督作品ステップダウンツー・テラーとしてリメイクされたカルフォルニアの静かな田舎町 サンタ、ローザの駅に謎の男、チャーリー・オークリーが降り立った。未亡人連続殺人事件の容疑者として警察に追われる身のチャーリーは体調を崩し、姉の嫁ぎ先であるニュートン家を頼ってきたのだ。ニュートン家の長女で、おじと同じ名前を持つ娘チャーリーは、田舎暮らしを退屈に思い、羽振りのいい実業家のおじに憧れていた。そんなめっこに高価な指輪をプレゼントする。 おじのチャーリー。だが、その指輪には、見知らぬ他人のイニシャルが彫り込まれていた。ニュートン家を政府の調査員と称する二人の男が訪れた。この二人は、実は、東部から派遣された刑事だった。刑事の一人である青年ジャック・グラハムは、美しい名のチャーリーに好意を持ち、おじにかけられた容疑を話して、協力を求めた。家族には何も語らず、一人でおじと対峙する。 名のチャーリー。おじは容疑を否認し、騒ぎ立てれば、家族の名誉も損なわれると名を脅した。おじは本当に無実なのか。疑問を深める名っ子に、街を出ると話す、おじのチャーリー。見送りのために列車に乗り込んだ名のチャーリーは、おじと最後の対決をすることになる。第16回アカデミー賞原案賞ノミネート。ありがとうございます。